はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。集まれ動物の森たくみライフ、今回はですね、ちょっとパーティー会場ベスト作っていきたいんですけど、完成編となっております。で、今の完成形がこういう感じで、まあここを目指して、まあ最後の方なんで結構手直しとかそういうの中心でやったり、あと外観をね結構どんどん作っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。あとはどうだろう、なんかまあこの辺が空いてるからといってまあ散らかす必要は全然ないのでまあね、余計なものを置く必要は全然ないので、まあこういう感じにして、でどうだろうね、なんか壁掛け系天井系をちょっと飾っていきたいなってとこなんですけど、ただシャンデリアはもう置きました、あとどうしましょうみたいなところがあるので、なんかまあ別にいいのかなっていうところもあるんですけど、どうだろうね、そこのライトの部分、スポットライトを置いてみる。壁掛け、スポットライト、壁掛け、このね、スマートスポットライトが結構ね、光が強くて、すごく使いやすいなみたいなところがあるんですけど、ちょっと黒にして、こういう感じ。まあでも、まあいいかな。なんか奥は、まあなんかね、あそこの空間ちょっと特別ですよみたいな、なんかそういう感じでちょっと飾りましたけど、まあそれ以外は別にいいかなっていう感じもするので、さくらんぼのランプとか飾る。どう？これは可愛いけど、月越しにちらり。いる？なんかどっちでもいい。なんかどっちでもいい。なんかどっちでもいいけど可愛いみたいな、奥ちょっと可愛い空間みたいな、あーどうだろうね。まああの月のね、あの椅子、これなんだ、ソファーかなまあこれがね主役的な感じでちょっとこうドンと言ってくれるので、まあ別になくてもいいのかなっていうところはあるんですけど、やったらあとは時計とかいる？時計いるかな？いや、どうだろう？なんかもう時間も気にせずにみんなパーティーちょっと満喫してねみたいな、なんかそういう感じにいてほしいので、まあなくてもいいのかなっていう感じはするんですけど、エアコン？エアコンをさ、エアコンをなんかこういうところに隠すみたいな。エアコンを黒で、ちょっとそういうところに隠してるみたいな。あ、なんかいいね。なんかね、なんとなく、そう、なんとなく、別にあってもなくても、どっちでも見た目的に対して変わんないんだけど、なんかそういうところちょっと配慮してますみたいな。そう、空調もバッチリですみたいなね。なんかそういう感が出るので、なんかあれはいい感じな感じかなみたいなところがありますので、あとは、まあ額入りポスターとかもね、なんかちょっと豪華やからちょっと飾りたいありかなみたいな、なんかそういう感じもありましたが、まあまあまあこの辺にしといて、まあこんなもんかな。あと天井系はね、だってシーリングファン飾れるよと、あとドレープが飾れるらしいけど、まあでもこういう壁紙やからね、ちょっとなんかいいかな。いいね、これは別に。別にいいか。ね。なんか多分違う壁紙にこういう感じの雰囲気を足したいなみたいな、なんかそういう使い方は多分できるんだろうなってとこなんですけど、まあ今回は別にもともとそういう壁紙、こういうドレープみたいなのがついてたりする壁紙なので、まあ特にいいのかなっていう感じがしますので、よし、じゃあちょっと室内は、こんなところにして外観見ていく。その前に磨きの作業磨き作業やっていきましょうか。磨きの作業って言ってもホワホワつけるだけなんですけど、キュッ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 、マックスキラキラ、そこマックスキラキラ、こういう感じ、ちょいキラキラみたいな、こういう感じにして、どう？なんかキラキラとキラキラが近い気がするので、ちょっと消すか。なんか奥だけとにかくキラキラみたいな。まあこういう感じにして、ちょっとね、そう、主役っぽい、あの月の
ね、ソファーだけキラキラにして、じゃあ外観も作っていきましょうか。よし、それでは外観とあと外装を作っていきましょうか。ここのお家に関しては、まあちょっとというかね、結構豪華な感じなので、こういうやつか、こういう系、これ系、こっちで行きましょうか。で、屋根が、黄色うろこ。いや、どうだろうね。壁紙、黄色。黒い屋根って何気になんかあんま使ったことない気がするんで、ちょっと黒をベースで行ってみる。黒と黄色みたいな。こういうナチュラルな。屋根が黒で、まあ、壁がナチュラルな、みたいな、そういう感じで、あとは、アイアングリルで、赤いやつみたいな、こういう感じ。これで行きましょうか。よし。で、今回のね、この別荘に関しては、ちょっと置きたい家具が、まあ、高級車は必須で置いてくださいっていうところなんですけど、エレガントなソファー。エレガントなソファー、隅っこに置いてもいいんかなって一瞬思ったけど、まあ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 、ね。三日月チェアとかもあるし、まあいいかなみたいな、そういう感じにしといて、高級車置きたい、プールが置きたいね。プール置きたい。プールは必須で置きたい。ので、こういう感じ、この辺に置くかな。まあ手前っていうよりかは、ちょっとね、なんか楽しんでるぞみたいな、ちょっと奥でね、こういう、ちょっと滝の近くでプール楽しんでるぞみたいな、そういう感じでいてほしいので、ちょっとこういう感じにする。で、向きは、まあ、こっちから入るので、まあね、この入り口用の、なんだこの鉄の手すりはこっちに向けて、で、車に関しては、まあ、この辺に止めておきたいのかなと。うん。ので、それで言うと、そこに対して、なんか道をどんどん引いていきたいなっていう感じがするので、どうしようかな。プールの下はテラコッタタイル。うん、プールの下、あ、でもね、ちょっとね、何組木とかだと、ちょっとね、なんか、木だとどうしてもちょっと腐ってきたりしそうなので、ちょっとテラコッタタイルにしましょうか。で、こういう感じ。で、角だけちょっと角張ってる。左下だけちょっと角張ってるような感じにして、で、いや、そうなんですよね。そのプールを置くと、バブルマシーンを置きたくなるなって、ちょっとなっちゃうんですけど、置いていきましょうか。いや、もうなんかね、なんだろうね、なんかもう、なんかもう、プールでパーティーだって言ったらね、なんかもうバブルマシーンみたいな、ちょっとイメージが、ちょっと勝手に僕の中であるんですけど、あ、でもなんか街灯とかも今回置けるし、みたいな。それで言うと、ちょっと待ってよ。R な街灯で、この辺こう、みたいな。あ、この辺置けない。え？なんでかはわからん。こっちに置く？じゃあ。こういう感じ。色味は、ブラウン。白にするかな。白。あ、どう？なんか黒の方がかっこいい。黒にしとこう。黒にして、R な街灯をその辺に置く。あー、どうやろうね。ここ置きたかってんけどな。なんか多分そのプールの端っこに引っかかってるんだな、みたいな、そういう感じっぽいので、こうみたいな。あ、まあ、こっちでいっか。なんか、あんまり思ったほどしっくり来なかった。なんかね、その滝と合わせてなんか何とも言えないみたいな、そういう感じになったんで。で、お時間帯に関しては、まあ、夜かなって感じがするので、夕方か夜かなって感じが、夜にしましょうか。まあ、ちょっと夜になってすぐぐらいの感じで、こうして、で、バブルマシーン。これか。バブルマシーンを、こうやって置きます。で、電源スイッチオン、スイッチオンして、あー、バブル出てきたね。バブルマシーンを、白バブル。白バブ。
黒バブでこういう感じで、ちょっと3個置きたいけど、プールの規模に対してちょっとね、なんか、多すぎるかなっていう感じがするので、2個にして、で、そこの駐車スペース、そう、先にね、テラコッタをこっちに引きました。駐車スペースは、何にしよっかな、アーチタイルか、石畳か、アーチタイルにする？アーチタイルで、ドド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 ド。意外とね、空間足りないね、これ。気づいちゃった。こうして。で、奥にこう。こう。で、2台ぐらい。黒。そう、なんか、インフィニティーゴールド。インフィニティーゴールドにしようか。あと、パッションレッド。パッションレッドとインフィニティゴールドにして、で、道が、ちょっとそうっすね。こんぐらいは必要なのか。奥一列消せる。一応収まってるけど、もうちょい欲しいのか。ちょっと余裕空間作って、で、あとは、なんかここに通ずる道みたいな。ここに通ずる道で石畳こうみたいな。まあ、でもなんか繋がってる方がなんか、なんとなく親切？いや、どうなんだろうね。で言うと、アーチタイルで、ドド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 ド
ここが止めれる空間だよみたいな、ちょっと広めに取る、広めに取っとこうか、こう、うん、こう、ちょい後ろ余裕持たせるみたいな。もうちょい前、もうちょい前にして、ここ消す、ここ消す、いや、どう、もうちょい前か、じゃあもうちょい前で、そこになんか植物植える、植物というか低木、植物系、これですね、これをこの辺何にしよっかな。アジサイ、ハイビスカス、ツバキの木、ハイビスカス、金木犀、金木犀、ヒイラギの木、ヒイラギの木、ヒイラギの木、ちょっと一個飛ばし、一個飛ばしで、こうして、こう。うん。まあ、こんな感じにしましょうか。ね。で、あとは、なんかそれ以外にもちょっと明るいポイントが欲しいな、みたいなところもあるのですが、ここなんか置けんのか。ここなんか置ける。いや、まあ、無理して何か置くっていうものでもないけど、それよりかは、そのなんか必要アイテム的な、そういうところでちょっとね、何、明かり、光源が欲しいなと。光源で、まあ、せっかくね、ちょっと置けるようになったし、街灯置きたいなって。って感じなんで、ここ街灯置く、こう、こう、ちょっとあんまりちょっと車の通り道あるとね、ちょっと邪魔だからこういう感じで置いてみる。うん、これがこうみたいな、こう、あ、ちょっと近いな、こんぐらいのやつ1個か、こっちに1個、まあこういう感じでちょっと置いときましょうか。あとは何か飾り系のもの飾っていきたいなってところなんですけど、まあね、なんか外で別になんかゆっくり過ごすのはまあプールぐらいなのかなと思うので、あとはなんかね、ちょっと飾り的な、ちょっとね、可愛い感じの飾り的な何かをちょっと左側の空間にどんどん置いていくのかなみたいな、そういう感じでちょっと考えてますので、オーダー家具で言うとどうだろうね。まあなんか、
可愛いというよりかはなんかねちょっとかっこいいみたいな、なんかシュッとしてるみたいな、なんかそういう家具が多いのでちょっとどうしようかなといったところなんですけど、いつものあれやっちゃいます。いつものあれ、いつものあれ、いつものあれ、いつものあれ。待って、傘がないんですね、傘。家具だっけあれ、小物？小物ではないよね。傘。小物ではないよね、家具ですよね。家具で、あれ何系になんねやろ？結構下の方でしたっけ？なんかね。あー、ちょっと待ってよ。特大ちゃん置ける。特大。特大。いや、特大ちゃん置けるチャンスあんのか。ちょっと悩ましいな。なんかね、ちょっと、守り神的な感じで、ちょっと特大ちゃん置くのは全然、ありなんですけど、それ、とか、いやー、どうなんだろうね。ちょっと考えてたのが、なんかね、ちょっと可愛い傘とか、ちょっと飾ったりとか、そういう感じで考えてたんですけど、いや、特大ちゃん置くか、今回。やっぱり特大ちゃん。我らが特大ちゃん。特大、特大して、で、なんかこう、見守ってくれてるよ。見守ってくれてるよ。お迎えしてくれてるよ、みたいな。ね、そういう感じにしたい。どうしよう。あー、なるほど。ネクタイなのか。特大。特大ドット。特大ドットで、フラワー。チェック。ピンクのチェックで特大ドット。どうだろうね。なんか夜に消えますね、これ。こういう感じにして、これ。こう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 して、で、なんかそこの上からちょっと照らしてる感じで、街灯なのかスポットライト、スポットライト系かな、スポットライトをここの上から照らす感じでちょっと置きたい。こう、どう、ここの低木ちょっと引っ越し、こう。あんまでもなんかね照らしてくれないんですよねこれ。スマートなスポットライト、こう。こんぐらい。むずいね、これ。いや、どうなんだ。ちょっとビスケスのランプ。あ、ビスケスのランプ明るい。ビスケスのランプちょっとこの辺に置いとく。こういう感じ。で、奥は、どうだろうね。まあ、なんかそこはもう特大ちゃんのちょっと裏の見えないところなので、また生活感アイテム。生活感アイテム。最近見てないあいつ奥。どこ行ったかもわからへん。最近ちょっとね、段ボールとかのね、登場率がちょっと高くなってたんで、ちょっとね、出番なかったんですけど、木箱置きましょうか。木箱。あ、なんか裏もいけるんだね。まあ、こういう感じ。ちょっと木箱。木箱で、なんか美味しそうなフルーツの。フルーツ木箱。フルーツ木箱で、ちょっとこういう感じで、ちょっと、特大ちゃんの奥にチラ見えしてるよ、みたいな。そういう感じにして、で、奥、ここなんか置けるけど、いや、どうなんだろうね。なんか、置けるならせっかくやから使いたいな、みたいな。そういう感じもせんでもないんだけど、ちょっとなんか、おうちのちょっと裏側に、いいワンちゃん飼ってますみたいな、実は離れでワンちゃん飼ってますみたいな、そういう感じにする。結構獰猛なので、そう、裏行くとき気をつけてねみたいな。そう、番犬奥の方を果たしてみたいなところあるんですけど、ちょっとこういう感じに置いとく。あとはなんかちょっとまだちょっとね、奥がどんどんなんかね、今、工事中ですので、開発中、もっとなんか広い別荘になるぞ、みたいな、そういう意味も込めて、ちょっと削岩機置いてたりとか、まあ、こんなもんじゃないかな、ね、そこの段、
そこの段、そこの段の使い方難しいねって感じがしますけど、1個かなこれは。うんうん、R 長糸、うーん、まあ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 、そっちは R 長糸にしときましょうか。うん、あとそうですね、ちょっとちょい余裕空間、ちょい空間余裕ありますみたいな、そういうところがあるので月飾る月の存在感、月と特大ちゃんの存在感半端ないなみたいな、そういう感じですけど、ねなんかなんか可愛いの飾りたいよね、なんか飾りたいけど、可愛いの飾りたいけど邪魔にならないのみたいな、まあそういう感じで言うと、まあいつもの傘かなっていうところもあるんですけど、こういうあれかファッションアイテムなのか、これちょっとね、傘がファッションアイテムということが今判明したので、葉っぱの傘とかも飾れるけど、マーガレットの傘かわいいよね、ひまわりの傘も捨てがたいな、メルヘンな傘もいいね、マーガレットな傘、マーガレットな傘でいつもの丸いの作るか、テラコッタタイルで、待てよ、こうこうこう、なんかこっち置きたい、待てよ、もうちょっと、そこにうまく配置できないんだよなっていうと、丸長にしてこうする、ひまわりの傘をこうする、こういう感じ、どうなの、特大ちゃんにこう捧げる感じ特大ちゃんに捧げる感じにして、でね、ここの足場にスポットライト、スポットライトちゃうわ、グランドライト飾りましょうか、これこうこうこういう感じ、うん、こういう感じでいきましょう。よし、じゃあちょっとね、外はなんかこういう可愛らしい飾り付けとか、まあパーティーにうってつけのプールだったり、あとはね、なんか高級車が止めれるようなそういう空間をちょっと作りましたが、じゃあ外観この辺にして内装作って報告しましょうか。よし、それでは外装も内装も完成しましたので報告しましょう。あ、もしかしてその感じは完成したのかい。完成しました、やったね、やったね、お疲れさん。じゃあ早速完成した部屋見せてもらうね。ずいぶんと気合が入ってたね、あんたの熱、熱い魂を感じるよ。ありがとうね、ムーポンさん。いえいえ、こちらこそ喜んでいただけて何よりです。さあ、リアーナ様、豪華なパーティーを開きたい。あ、いいね、テーブルがちょっと斜めってんのがいいよね、また食べ物もいっぱい、あ、いい匂いがしそう。あー、ちょっとなんか今の角度全然見えんかったまあ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 、今日は世話になったね。ここからうちの新しい別荘生活が始まると思うと胸が熱くなるよ。あとさ、せっかくだし帰る前に1枚ぐらい別荘の写真撮っていかないかい。すん、よし、じゃあ撮らせていただきましょうか。 OK、 いい写真撮れるといいね。それじゃあ終わったらまた声かけてね。すん、よし、じゃあお写真撮っていきたいので、リアーナさーん、そこ座ってほしいな。これは向きはこういう向きいける、あれ、ここか、あ、そこになるのか。 OKOKOK で真ん中らへん、まあこの辺多分ちょい引きで撮るような気もするけど、いや、まあでもこんなもんか、なんならちょっとズームしちゃう、でボッてして、で
フレーム、あ、フレーム付きで日付にしましょうか。で、くっきり、ポップ、ふんわり、ドラマチック、ドラマチックにするか。ね。今回ドラマチック。よし。こういう感じ、こういう感じ。こういう、こういう。もうちょい引きかな。この辺。パシャ？オッケー。よし、じゃあこのまま報告しましょうか。よし、では報告しましょう。撮り終わりました。ムッポンさん、お疲れ様。いい写真は撮れたかい？すん。帰れます。撮れました。いい感じです。今日は本当にありがとうね。帰り道も気をつけるんだよ。またいつでも会いにおいで。すん。いやー、またね、ぜひ、そう、居住空間はね、今回作ってないので、リフォームで、今度ね、ああいう場所に合わせて、たぬきちさんどうした？あ、ちょうど帰ってきた。ムーポちゃんお疲れ様。お疲れどうもです。どうも、どうも、ムーポンさん。たくみさんから聞いた旦那も、ベスト作り頑張ってるみたいだね。ぼちぼちです。おかげさまでとっても助かってます。いっそ住み込みで働いてほしいぐらい、まあ、実質住み込みで働いてるけど、ね、もう毎回三つどとに帰ってないもんね。さすがにそれは困るだなも。ムーポンさんは三つどとにとっても欠かせない存在だからね。ですよね、冗談です。あはは、それはともかく、どんな様子か見に来てみたんだけど、特に問題はなさそうだもんね。たくみさんは何か困ってることない？僕にできることなら何でも言ってちょうだい。そうですね、別荘のコーディネートに使える家具も随分揃ってはきたんですけど、お、もっといろんな家具が使えるようになればお客様の満足度を上げられるのではと思うんですよね。何か良いアイデアがあれば、何か良い方法があればいいんですけど、そういうことなら力になれるかもしれないだな。もう、あー、もっと家具使えるようになるの。うちのタヌーキショッピングで扱っている商品も別荘用にオーダーできるようにしとくだもん。いいんですか？そうしていただけるとすっごく助かります。うちでどんな商品を扱っているかはムーポンさんなら知っているし、別荘作りにも役立ててちょうだいね。ありがとうございます、たぬきちさん。力になれたのなら嬉しいだな。もこれからも困ったことがあればいつも言ってちょうだいね。それじゃあそろそろ失礼するだな。もイベント開催頑張ってね。よーし、たぬきショッピングの家具が使えるようになった。コーディネートの幅が広がりそうね。まさかそういう助け舟も来ると思いませんでしたが、あー、びっくりした。突然たぬきちさんが来るなんて思ってもみなかったわね。あー、やっぱ緊張すんねや、たくみさんは。さて、改めてお仕事お疲れ様、ムーポンちゃん。今回の給料15000ポキよ。やったぜ。さて、今日はもうおしまいにする？それではもう少し働いていく。今日は一旦終わりましょう。わかったわ、ゆっくり休んでね。いやー、今日も一仕事終えましたが、まあね、こんな感じでどんどん別荘引き続きまた作っていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね、またね。